おしまいです。はい。母さん、今東京で。安藤です。辛いです。お願いします。母さんの住む札幌には釣りはないため、花粉とは縁がないですよね。でも、もし母さんの実家に来たとき、花粉症になってしまわないよう、花粉対策の絵を作ってきたんですが、まこんな作品何でしたっけ、花粉症になったんでしたっけ。北海道には花粉なくて、ああそうそうそう、なったっけ。相変わらずのダイナミックな最近はなんかあったかいコメントもちらほら、これ最近この子出てくるじゃないですか、ね、この子はこの子もフリー素材、フリー素材で珍しくはハンサムじゃない人がフリー素材出てくるんですよね。まあ、あの野菜にされてた人です。そうそうそう。柳くんも喜んじゃってね。ポップですね。うん。結構ポップな多いですよね。うん、音が、ね、明るいから。母さん、花粉が大量に問題ここからですね。急に変わるんだよ、トーンが。メガネとしても防げません。しかし、マスクとメガネを着用すれば、はい、何言ってるんですかね。正解は元気。そしたらカオスで。ここにあったかいコメントが書いてありましたよ。あの光への。ああ、はい。読者コメントみたいな。来た人が書けるところに。母さん、カオスです。楽しみにしてます。ここはいろんなお菓子たちが暮らすおやつの国。今日もおやつを選ぶため、おやつおじさんがやってきましたよ。じゃあ今日は。小畑君すごいちゃんとしてるでしょ。チョコ君とキャンディーちゃん。当たるだろうと思ってた。今日も誰だったか。1分で振り返る。おやつおじさんはその日、子供たちが食べたいと思っているおやつを的確に選んでいるのですが、このまた君は選ばれたことがないのです。子供たちは僕のことを嫌いなのかな。せんべいじいさん、なんじゃこのわた君、僕はどうして子供たちに好かれないんでしょうか。なんちゅうガチな質問。そうじゃな。このわた君はちょっと生臭いからの、子供たちはそこが苦手なのかもしれんな。いい匂いになれば僕も好かれるかもしれない。そうそうそう、まあ、おやつじゃないですよね。よし、今日は変わったおやつを選ぼうかな。なんだこの気持ち悪い匂い。フローラルな香りと生ゴミが混ざったような。このわた君か。じゃあ今日はチョコ君とキャンディーちゃん。そんなことをしなくても君の匂いが好きな人もいるはずだよ、大人には。泣くなこのわた君、頑張れこのわた君。いいとこに目をつけたよね、このわたって。うん、ね、うわーすごく綺麗。あ、このわた君からのつなぎがすごい良かったね。このわた君の素敵かと思ったな。なんて綺麗なの、こんな素敵なところに連れてきてくれて、どうもありがとう。綺麗。これさ、すごい怖いやつだ、確か。あー、これすごい怖いやつだ。これさ、口からさ、本当が出てくるじゃん。これ怖いですよね、なんかね。いや、死んじゃうかなってやつ、ね、デートがしたいね。怖いわ。死んじゃうかな。あのゾクゾクする感じが。本なんて書いてあるんですか。14歳35歳マヨネーズとかね。てるやばいっすね。調味料がね。よかった。ユリさんさんもずーっと一人ごと言ってるよね。もうプープテレビで。2013年3月12日、新宿の高層ビル群の向こうに点滅する光。実はこれは神楽坂駅付近で火事がある。その時の消防ヘリ。この後に。お気づきであろう。なんとこの映像は消防ヘリを未確認飛行物体、すなわち UFO だとして撮られたものなのだ。そこに撮影者である私が当日に投稿した SNS がある。新宿方面に光る UFO かな。いや本当楽しかった。2013年になってもまだ UFO の目撃例は世界中で増え続けている。なのにである。ここにあるのは消防ヘリの映像なのだ。いやもうビデオを回したっていうのは UFO だとしたことを未だ信じられない方もいるだろう。まずこの光をご覧いただきたい。お気づきであろうか。普段の飛行機やヘリコプターにない強烈な光、これが UFO だとした理由である。こんな光がヘリから出るだろうか。もちろん出る。それが消防ヘリだ。そしてこれを UFO だとした理由はまだある。画面をご覧いただきたい。このいくつもの光、消防ヘリが何機も飛ぶだろう。そう、これこそが群れをなして飛ぶ UFO ではないか。おそらくこれは火事を報道するマスコミのヘリだが、こうして私は UFO だと思い込んだのである。もちろん消防ヘリ型の UFO だという可能性も否定できない。しかし事件の時刻と場所を鑑みても、そこに消防ヘリがいたことは確実である。
消防ヘリのすぐそばに消防ヘリ型 UFO、 一体どれくらいそんな確率があるというのか。以上、都内で発見された最新の消防ヘリ情報である。飛んでるものずっと探す。あ、これ懐かしいな。これめちゃめちゃ前です。2月とか。いや、もっと前。これ初めて無理だと思う。あの完全に物理的に無理だと。人生活が始まるこの晩定。今日は神奈川県の立たない。梶ヶ谷の魅力をお伝えします。こちらが梶ヶ谷のマクドナルドのフレッシュネスバーガーです。今月閉店しました。そうだ、梶ヶ谷のフレッシュネスバーガー閉店したんだ。この坂。カジガヤのスペイン坂こと坂です。あんたさん、これカジガヤ見始めて1週間ぐらいでもういいかなって思って、あの動画でしか知らないですけど、カジガヤ、これはカジガヤの池袋ビッグカメラ本店こと小島電機です。これはカジガヤの新宿東口ことカジガヤ駅です。急行は止まりません。こちらがカジガヤのでかいリオンことスマイルです。スマイルセームスカードのポイントがたまります。こちらがカジガヤの警視庁こと赤いランプがたまについている駐在所っていう話です。これも定かではないんだ。駐在所かどうかも。抜け殻を作るたび、はい、トイレットペーパーとセロハンテープでさなぎを作ります。そしてその背中をうまく切って羽化させて、うまく抜け殻が作れるかというような、そういうためです。なるほど。これを僕の体でやります。こんな風に作るんだな、抜け殻ってって思ったんですけど、めっちゃくちゃなんだよ。これがもう少し硬かったらいいんですかね。それ結構もうちょっと量使うの気持ち悪い。そうかそうか。すげえしっかりしてる感じがする。そう、しっかりしてる感じするんだよね。じゃあ、はい。そう、この時点では完璧切らないようにだけ。きます。もうね、これ切ったらミイラできるもんね。できなかったけど。あ、ちょっと切れた。ちょっと。髪の毛？硬い。硬い。それは俺の判断だ。これすいませんがないやん。紙がもうちょっと硬かったらいけるんですよ、ね、もうこれ脱ぐときだ。おお口ですね。口に残ってますね。お残念な仕上がりで。失敗ですかね。いや、失敗してる。これを成功としてったんやったらいい件でした。ドクロ&ドクロ、どうもドクロ&ドクロです。公開されてます。いや、この前は WBC 残念でしたね。ドクロ&ドクロがある時は残念でしたね。別役さんが地方取材でも僕らもあんな感じで世界と戦っていきたいね。まあね、すぐ取れそうな、まあ、君の場合は WBC っていうより BWC だけどね。サッと出せるものが1個あるっていうのはね。 BWC って何？すごい強みになる。墓地で笑われるチャンピオン、戦ってすらないだろう。ぐさーギャーでもドクロだから死にません。どうもありがとうございました。お客さんと漫才としてでも開花させた方が面白くないっていうのはやっぱり、ね、ここですね。これが一発目ですね。ちょっとびっくりしたんですけど、うまいですね。うまいな。おいしい。あ、すごい自然だ。味の美味しさを感じる。味の美味しさ。しいな。テンスマーケティングのご案内。美味しさか。お金を払ってくれば僕は。そうですね。プラン。いつかどんどん大げさになってくる。美味しくなりたいですね。できますよという。美味しさ禁止法に引っかかりそうです。食べなくても美味しいですね。静かにして。美味しさが聞こえる。美味しいのかうまいのか分からなくなってきた。美味しい。美味しい記念に記念写真撮ろう。お前たちは先に行け。俺はこの美味しさを味わう。大変だ。町の美味しさという美味しさに火をつけられた。セールスマーケティングっていうのはね、間違ってる感じしますよね。
あ、これもここですね、うん、この辺ぐらいから光へ動画が、ね、犯人はこの中にいる、ね、犯人がいますね、いるね。この犯人も見ましたか。はい、犯人は頭がグレーでした。石川君まだでもね、この人もグレーだからね、うん、あの人もグレーだからね、鳩みたいでした。わかったぞ、いい情報が、証言を総合的に判断して。わかった、犯人はお前だ。これテイク3ぐらい。なんでわかったんだ。意外と飛びましたよね。そうそう。ついついね。あ、でもやっぱりね、鳩が結構でかいから驚いて。駅のホームに設置してある青い光、青い光の鎮静効果を利用して飛び込み自殺や犯罪などを防止するために設置されている。これは池尻その効果の実例を見てみよう。心の声をナレーションにするとこうなる。ダメだ。これなんか電圧線にポンとついたんですよね。死ぬしかない。もう死ぬしかない。殺しの秋葉原。ここは青い青いけば青い。下の青ブルーインパルス。あ、そうなんですか。ブルーインパルスのプラモ作ろう。そう、俺も来るたびに。はい。なんてあるんだろう。インパルスのプラモ作ろう。プラモはこたつの中で乾かそう。ああ溶ける溶ける。気持ちが溶けるだろう。冷静になるっていうね。ここは雑するんだよ。こういうことなんじゃない。もういや、もう青い。青いな、ブルーレットみたい。ブルーレットをこすってなすりつけるだけ。どうやろ。そうか、これ面白いんじゃないか。ね、そう、ポジティブな感じではないんだ。よし、家帰ろ。ブルーレットこすってなすりつける。違う。そんなことして何が面白いんだ。僕は自殺するんだよ。心の声を出してるのいいっすね。心の声とか独り声とか独り言とかね、聞くテレビ多いです。人の気がけさせてみよう。ああ、面白いですね。ああ、それめっちゃ。あ、違う、何がだ。そんなことして何が楽しいんだ。もう死ぬしかないんだ、僕は。青青いな、ここめっちゃ青いな。いやいや、帰ろ。防カビ剤が不安なんですよ。そう、この後に唇が締めるから。え、そうなんだ。これやっぱこういうのもしちゃダメって書いてましたよ、コメントに。さあ、子供の暴走は、最後から2番目の回ですね。これも一番クライマックスぐらいだね、これが。あ、そうそう、暴走としては子供たちがもう最高元気。モテモテじゃないですか。モテモテですよ。モテモテだけど次回でセコム呼ぶぞってなんだよね。意地悪なさを出したらアルソック呼ぶぞって。あ、そうかそうか、アルソック呼ぶぞ。あなた捕まりますよ。子供は怖いね、やっぱね。謎謎仮面、いい問題出すな。あの北斗の拳の子まだ出てこないんだっけ。あ、ちょこちょこ出てきてるんですけど、今ちょっと外れてますね。だからね、俺たちが今までになった感じいくつだっけ。謎謎じゃないもん。この子だったらね、この子は元気キャラ。はい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 。うん、頭、これは頭いい子キャラなんですね。はい、困惑が伝わってくるよね。徐々にこうパワーが、吸い取られていくのが伝わってくるよ。マイクロファラーとかピコファラーと。あ、これ後ろにいるのが北斗の拳になりました。はいはいはい、答えを言っちゃう。看板をむしっちゃうからね。何にも言わず。眼鏡ずれてるもん。じゃあ、とっておきの超難しい問題を出して。坂本龍馬が、うん、これビジュアルなんだからね、こう紛糾するんです。そうか、この答えから次回に。終了です。うざいわ。いや、子供相手の、はい、撮影ってのやっぱね、疲れますね。そう、疲れますよね、もうね。西本さん、偉いわ。はい、当分ないということで、また新シリーズ始まります。はい、はい、それでは総集編でした。さよなら。さよなら。